はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日からですね、やっと BO4 の動画をねスタートしたいと思うんですけど、まず最初はね、どのこうね動画を出そうかなと思ったん悩んだんですけど、まずはね、初期本当に職引きの ICR でやっていこうと思います。で、 ICR 結構ね、その BO3 の頃と比べて強くなってるというか、結構金ゲーム戦える感じなんで、本当に最初おすすめ十分できる AR じゃないかなと思うんで、今日は ICR で撮りたいと思います。はい、というわけでやっていきましょう。ハードポイントで、このマップはベータにはなかったかな。今とりあえずレベル31ですね。このマップは正直ちょっと狭いんです。げーめちゃくちゃ狭いで、どうだろう、もしかしたら ICR ちょっときついかもしれないけど、やっていこう。KN 使ってる人いるね。KN は結構4番目かな、なんか3番目かな。ちょっと解除するの遅いんですよね。そこの上にいるやつやって、この辺がすごい入り組んでるんだけども、どっから来るんだ。 OK、今回はアシストもねキルに入るんで、そんな、なんだろう、キル数がって感じじゃないですね。キル数より本当連携力とかな、そっちの方をすごいチーム戦っていうのをすごい重点的に置いてるゲームって感じがするな。めっちゃ連携出てたわ。味方のおかげっていうのがあるからね。体力150なんで、本当に一人で倒すのはめちゃくちゃきついから、本当、おお、惜しい、今の。今までの感覚じゃ突っ込めないので、その辺で悩んでる人は、そうだな。まずは、下にいっぱいいるね。本当1キルしたら一旦引いてみるってのは本当すごい意識した方がいいと思う。やれなかったね。さあ、正面からかなり来てると。ICR ストックないんですよね。だからちょっとこの横移動が遅い。グリップとかはあるんだけど、ストックがないんで、その辺の使いやすさがちょっと今までと比べてないかな。OK、ダブルキル。ね、なんか、そうだな、BO3 の ICR にラピュアつけたぐらいな、ほんとそれぐらいな連射速度な気がする。さあ、ここから上に入るのだいぶ難しいぞ。ちょっとハンドガンにしよっか。これはバーストのハンドガンですね。やれなかったけど。めちゃくちゃ積まれてるな、荷物が。この辺ちょっと、KNか。SMG ないかな。このエリアがめちゃくちゃ入り組んでるから、ちょっと近距離強い KN にしますね。で、お薬打って、グラビティスパイクか。OK。で、これで全滅かな。GKS じゃん。GKS もね、ベータの頃から比べてかなり強くなってると思う。もう本当、細かい武器調整が入ってる感じかな。で、体力の溶け方とか、そういう細かい部分、細かい部分じゃない、なんかすごい大きな変化はないかも、ベータの時と比べて。細かい武器調整が目立つぐらい。敵のライトニングスタイルやばいね。やれなかったか。ここいるんだよな。3枚。OK。これでオールダウンか。ちょっと横に広がろうか。敵がこの辺から来るんじゃないかなと思うんだけど。OK。お、UAV。ヘルスト、攻撃ヘリまで呼びたいね。なんとか。OK。いいよ、アイシャル全然戦えるな、ほんと。よしよしよし、集中集中。ヘルスト出た。ヘリまで呼びたい。あ、ビジョンパ出たね。ビジョンパ使っていこうか。ビジョンパは3回ね、出るんで。
で、これ2回目でしょ。敵のグレネードだ。今いた気がする。オッケー。お、ヘリ出た、ヘリ出た。で、ヘリ呼びます。モーションセンサー。モーションセンサーまあ、センサーダートですね。いやー、ちょっとストックないと、ちょっと僕、ギプしないな、だいぶ。今までずっとエアロは必ずストックつけてたんで。あれ今の倒すってないの？バタバタ押したのかな？オッケー。いい感じじゃないですか？次のエリア、後ろで湧いてるな、俺。多分まだそこの先いる。ちょっと裏取りましょうか。多分、こっちからね、エリアに走ってるやついると思ったんだけど、ヘリ落としてた。OKOKOK。今、UAV 出たから、次は、ヘルストームか。俺はどうやって上に上がるんだ？こっちか。マップ、ちょっとマップね、まだあんま覚えてないよ。あー、すげえ来たな、予想外。マップは他にもリメイクマップが4つか5つぐらいあったかな。ほんと、人気マップはかなり追加されて、マップ今作かなりいいと思う。やべ、ここ危ねえ。見る場所多すぎて、ちょっと怖いな。残りは、ちょっと下突っ込んでみる？ OK？ あ、ワンちゃん！いやー、これは無理だな。ワンちゃんは倒せないわ。硬いからね、すごい。一人だけかな。お、もう一人いますね。右奥か。OK。え、うわ、死んでなかったの。ミスった、今の。いやー、打ちやめちゃったな。ナイス、ナイス、ナイス。さあ。SMG ほんと拾っとこう。近距離きついな。 OK 抜いてく。さすが愛し合う。なんか外周いるね。 OK 外周やって、あとは、おお、なんでこっち、え、湧いたのかな。ちょっとリスポンドがその他もろもろ、なんかマップのどこが一番敵来そうとかそういうのはまだ覚えてないんで、動きはだいぶぎこちないんですけど。あれ、なんかもう一人パカテンあった気がするな。やっぱこれ僕の後ろ来そうだから早めにエリア行こう。外周来そうだね。一枚ほとんど正面なのかな。 OK、 壁抜きできた。ほとんど正面っぽいな、予想とちょっと違った。お、体力が200になって、これは味方のスペシャリストの効果ですね。うわ、裏取りか。 OK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 。 まあ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 だいぶぎこちないけど、試合には勝ってるから。お、下走ってる。なんか MX9 ベータの時一番使われてた MX9 がちょっと弱くなってるんですよね。なんかベータほど強くないから、まあ何の武器をおすすめしようかなってこう悩んだんですけど、なんか僕的に普通に最初からのアイシャドウ一番使いやすい気がする。お、見えてるよ。ナイス。敵があんまりエリアに来てないぞ。お、今来たか。これ危ない。どっちだっけ、下からこう行ってこうか。一緒に狙えるか。あと一発だね、あれ。左から来てる。もう一人いたな。一旦逃げよう。9番、これは普通のフラッシュじゃないんですよね。スペシャリストの特殊フラッシュみたいな、誰でも使えるわけじゃないです。だからちょっと効果が長いというか強いですね。狙いづらいな。なんかあの辺にいるんだよな、さっきから。 OK、 下にいるね。
オッケー、いいぞいいぞいいぞ。もう一人、これは厳しい。ああ待って、ちょうど来るの味方がやってくれたよ。これは下にいる。5発しかないけどやれるか。これハンドカー、僕あ積んでて、積んでてハンドカーに切り替えるとかとか。オッケー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 。ビジョンパ、ビジョンパ、おおどんどん来る。すごい、こんな近距離でもアイシャル勝てちゃう。すげえ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 。上登りたい、ちょっと待って、上登る、落ち着け。残り16秒しかないぞ。ちょヘルスト呼んじゃおっか。オッケー、2枚抜き。センターから来るな。そこにセンサーだと焚いてみて、オッケー。さあ回復しつつ、もう一人も倒していく。で攻撃ヘリ、攻撃ヘリは出たけど、おおほー、ヘリ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 、やばいやばい、いいいい感じいい感じ。オッケー、回復回復回復。あー厳しい、死にたくない。来ないでほしい、来ないでほしい。今はちょっと休ませてほしい。オッケー、おいしゃる、近距離も勝てちゃう。次どっちだ、敵後ろ来るんじゃない、来るね。おい、無双モード、無双モード入ってる、これ。おお、後ろまた来てる。で、右いるんじゃない、そっち外周来るぞ。オッケー、70いけるやばい、えい、すごい。おお、なんてこった、やばすぎる、ほんとに。後半覚醒。ひょう、1万ダメージいった、すげえ。ちょっと前半かなりグダグダな、立ち回りだったんだけど、後半慣れてきたね。あ、もうほんともっと慣れればもっとキルできる気がするな。はい、というわけでお疲れ様でした。今日は、本当に初期武器、初期の AR の ICR で。本当は、ビオスより全然強くなってるね。で、どの武器も使ってみたんだけど、まあ本当どの武器も使える、 BO シリーズは本当どの武器も安定して強いって印象があります。というわけで、もうバトルアーモードもねやっていくんで、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。お疲れ様です。Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance.